放送席、放送席、そしてマリンスファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。 Today's Players of the Game。 まずはこの人、石垣島のビッグブラザー No.11 大峰投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン初のお立ち台、今どんな気持ちですか？そうですね、弟に先に越されたんで、次は登ってやるという気持ちで、はい。まあ、去年の6月30日以来の勝利となりました。まあ、これまでどんな形で取り組んできたんですか？そうですね、打たれた試合を見るとうまく投げようとしていたんで、今日は、まあ、初回から腕を振って投げようとずっと思ってマウンドに上がりました。まあ、1ヶ月、1年と1ヶ月ちょっとぶりなんですが、いかがですか？いや、嬉しいです。はい。コーチやチームメイトからはどんな支えをこれまで受けてきたんですか？そうですね、ボールはいいって言われていたんで、まあ、気持ちだけは負けずに行こうと思ってました。まあ、そして角中選手のタイムリーも雄太のためにタイムリーを打ったと言っていました。いかがですか？そうですね、同期入団なんですごく嬉しいです。今日のピッチング、まあ、振り返っていかがですか？5回6安打でした。そうですね、もっと長いイニングを投げないといけないんで、まあ、次は長いイニング投げれるように頑張ります。まあ、ただランナーを出しながらも低めに変化球を集めて粘り強いピッチングでしたね。そうですね、はい、もう腕を振るだけだったんで、はい、もう置きに行くことなく腕を振ることだけ考えてました。まあ、そしてこの久々の勝利で、まあ、チームのカード勝ち越しを決めました。そうですね、はい、もうすごく嬉しいです。まあ、この勝利を待っていたファンの皆さんに最後にメッセージをお願いします。これからもしっかり投球するんで応援よろしくお願いします。No.11 大峰雄太投手でした。さあ、そしてもう一人のヒーロー、石川県の安打製造機 No.61 角中選手です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、3回には同点のタイムリースリーベースだったんですが、あれは何か球種を狙っていたんですか？そうですね、一応カーブ待ってたんですけど、まあ、待ってたあれなんでちょっと力がないなと思いました。でも、まあ、センターオーバー、手応えはいかがでしたか？いや、正直取られると思います。大峰投手を今日援護できましたね。そうですね、やっぱり年は違いますけど同じ年に入ってるんで、まあ、思うところはやっぱ多少なりとは、あると思うんで、なんとか援護できてよかったです。はい。まあ、角中選手、まあ、今日試合前話を伺った時は最近の課題は得点圏でのバッティングと言っていましたが、今日得点圏でヒット2本打ちました。そうですね、今日に関しては良かったと思います。はい。まあ、でも最近6試合も打率が4割9厘、状態はいいんじゃないですか？まあ、ヒットにはなってるだけかなって感じなんで、内容も、もうちょい良くしたいですね。日頃の行いがいいということですか？そうですね、まあ、それはまあもちろんいつもだと思います。いつもいいです。はい。まあ、チームもこれで連勝、ムードはいかがですか？まあ、やっぱ勝ってる時はどんなチームでもムードはやっぱいいと思うんで、もっともっと、ムードよく勝ち続けていきたいと思います。明日からホームゲームがまだまだ QBC マリネ続きます。ファンの皆さんにメッセージをお願いします。まずは、明日勝って3立てしたいと思います。応援よろしくお願いします。 No.61 角中選手でした。そして No.11 大峰投手でした。